何の用だ。ネクタイ。あんなものできるか煩わしい。何をする。やってくれたな。 明日はどうして来るんだろうな。くそ、マラソン大会なんか滅びろ。ああ、これか。どうやら物もらいらしい。しかし本当にそうなんだろうか。目の奥がすごくゴロゴロする。すごくだ。何かが目覚めるかもしれない。このまま何も起こらなければいいが。 眼帯に憧れる？ふっ、確かに。俺もそうだった。でも今は違う。煩わしいだけだ。ほらな、全く距離感がつかめない。ちょ、何をする！目には触るな、映るぞ。何を笑っている？お揃いで眼帯なんかしてみろ。皆に噂されるだろうが。 儀式をしてたんだろうとか。中二って言うな。俺は中3だ。来るな。いいから、あんたは教室に戻れ。俺は一人でいい。<笑>結局俺は一人なんだ。いや、かっちゃんとトシ君は友達だが。 ああ、違う。人にはそれぞれ踏み込めない領域があるという話だ。あんたもそうだろ。いや、首をかしげるな。全くそういうところは変わらないな。でも俺は変わった。昔の俺とはもう違う。身長はこれから伸びるはず。毎日欠かさず牛乳を飲んでいるし、睡眠もよくとっている。 <笑>あんたを見下ろすのも時間の問題だ。<笑>なんだかひどく消耗した。俺は休む。心配はいらない。きっと痛み止めのせいだ。授業中は寝るなと怒るのに、睡眠を促進させる薬を処方する。 大人ってやつは勝手だよな。<笑>